皆さんこんにちは。活動期間は短かったものの、目が大きい童顔とは裏腹のメリハリのあるグラマラスなボディでデビュー当時から注目されていた寺尾由美さん。今回はそんな寺尾由美さんをご紹介したいと思います。寺尾由美さんのプロフィール。本名寺尾由美。生年月日1973年1月23日。出身地宮崎県。身長157センチ。血液型 A 型。3サイズ84、57、86センチ。寺尾由美さんの経歴。1973年1月23日に宮崎県で生まれた寺尾さんは、転勤族のお父さんの影響で転居が多く、幼稚園入園前に鹿児島県へ、幼稚園児の時に埼玉県越谷市に移るも、小学1年生の時に名古屋市、小学3年生の時には相模原市へ移り、中学1年生の3学期から再び越谷市に戻るような転々とした生活を送りました。高校は埼玉県立越谷高等学校を卒業しています。1988年の夏に原宿に友達と買い物に来ていたところを、ラフォーレ原宿前でフロムサイドプロモーション勤務のマネージャーにスカウトされ、1989年3月に雑誌アップトゥーボーイのモデルとしてデビュー。1990年4月25日にはタッチミーでアイドル歌手デビューし、以降はテレビやラジオに数多く出演。ちなみにこの年のデビューの主な方は、高橋由美子さん、桜井幸子さん、結城苗さん、加藤玲子さん、岡本夏樹さん、宍戸留美さん、和久井恵美さん、仙道明穂さん、松田ジュリアさん、加藤貴子さん、田中陽子さん、西野妙子さん、早坂芳江さん、東京パフォーマンスドールなどです。高校生時代は地元越谷から東武伊勢崎線などを利用して仕事先に通っていたそうです。目が大きい童顔に対してメリハリのあるグラマラスなボディでデビュー当初から注目され、早くからグラビアで活躍し、大胆なセクシーショットを披露して人気を博していました。お姉さんが一人いるそうで、そのお姉さんの影響でニューキッズオンザブロックのファンになり、洋楽好きになったことがあるそうです。部活は小学3年生から高校卒業時までずっとバスケットボール部に所属していたこともあって、バスケットボールを特技としており、その基礎体力の凄さからデビュー当時はタフネス寺尾と呼ばれていました。そのように呼ばれるきっかけとなったのは、高校2年生の体育の授業で1000メートル走が終わった後に、他の生徒がバテていたのに対して寺尾さん一人だけ平然としていたように見えたことからだったそうですが、寺尾さん自身は、本当は自分も疲れていたのにたまたま顔に出なかっただけと話しています。タフネス寺尾と呼ばれていたのは高校2年生夏から高校3年生夏にかけてのことで、一番嫌いなあだ名と話していたそうです。この他にも、男子に対して熱しやすく冷めやすい、重いものを動かせることから、高校1年生終わり頃から高校2年生にかけてはアイアンガール。1990年夏の金沢市でのキャンペーンのステージで歌詞も振り付けも飛んで出てこずに、本人が微動だにしないという時間が続き、スタッフからまるで地蔵だという声が出たことから、高校3年生途中から高校卒業時までは寺尾地蔵。高校卒業後、女子はそこから加速したように色っぽくなるといった雑談の中で、寺尾さんが好きな人でないと付き合ったりしないと言おうとして、付き合ったりの部分を抜いて発言してしまい、そこから加速、ターボと連想されて、高校卒業後はターボ寺尾とそれぞれ言われていたことがあるそうです。ちなみに寺尾地蔵の地蔵芸の師匠は FM ヤングスタジオで共演していた
福島栄光さんだそうです。その後、ミュージシャンで自身のバンド活動の他に、及川光博さんのバックミュージシャンとしてツアーに参加していたこともあるという男性と結婚して芸能界から引退。二児のお母さんとなり、都内に在住していました。東京近郊で旦那さんのライブがある時には、寺尾さんもたびたび足を運んでいたそうですが、2018年には離婚をされているそうで、現在は独身です。主な出演テレビ番組は、TBS 東京イエローページ、1990年4月から同年9月の出演、マスコットタワー、もぎたてバナナ大使、突然バラエティ速報、カウントダウン100、1992年10月17日から12月12日、日本テレビ、ウルトラセブンオクロック、テレビ朝日、火曜ビンビンハウス、1991年4月から1992年3月、熱帯夜アカデミー、マスコットリップス、1989年4月11日から5月30日、テレビ東京、映画みたいな恋したい、音楽一番館、フジテレビ第28回新春隠し芸大会、1991年、朝日放送ゲーム王、おはよう朝日です、1990年。主な出演ラジオ番組は日本放送、伊集院光のおーデカナイト、金曜レギュラー、青春コール東京ハラギャーテーズ、90年8月4日出演、 CBC ラジオ、クリエイティブカンパニー、富田和音株式会社、文化放送超学生ハビタ、隣のはちゃめちゃん、 JFN ラジオ、 FM ヤングスタジオ、1990年10月から1990年12月に水曜日レギュラーパーソナリティとして、他には1992年のミュージカルピーターパンにウェンディ役で出演、 CM でもロート製薬、キャンパスリップ、第一不動産、夢リッチ、電源開発、日料製パン、チーズ蒸しパンなどに出演していました。いかがでしたか？愛らしいルックスとグラマラスなボディで人気だった寺尾由美さん。一説にはアイドル時代は辛いことが多かったこともあって封印しているという情報もありました。そういう意味ではおそらく復帰ということはないと思われますが、活動期間も短かったことからグラビア界の知る人ぞ知る伝説となっています。情報が少なく後半は羅列となってしまいましたが、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。